姉さん。あ、ありがとう。6人じゃなかったの？え？さっき6人いたよ。だからお団子を6つ持ってきたんだ。あんたの間違いよ。いいからこれはあんたが食べなさい。僕はもう食べたよ。おかしいな。姉さん、うん？さっきは確かに6人いたのに、誰か帰った？誰も。姉さん、本当にもう一人いたんだ。変なこと言わないでよ。いいからあんた向こう行ってなさい。やっぱりいるよ。誰が？知らない子だけど。誰もいないじゃない。いたんだよあそこに。あんたまた熱出したのね。熱なんかないよ。それよりあの子誰？大丈夫？お前に言いたいことがある。よくお聞き。私たちはもうお前の家は行かない。なぜ？お前の家はこの桃畑の桃の木をみんな切ってしまった。ひな祭りは桃の節句というだろう。ひな祭りは桃の木のお祭りよ。ひな人形は桃の木の化身だ。桃の木の精、その花の命よ。その桃の木を切り倒して何がひな祭りだ。切り倒された桃の木はみんな泣いています。今さら泣いても仕方がない。この子を責めるのはよしましょう。この子は私たちが切られるとき泣いてくれた。切ってはダメだと泣いてくれたのよ。桃が食べられなくなるから泣いたんだ。違うよ。桃なら八百屋で買える。でも花の咲いた桃畑はどこで買うの？僕はここが好きだから。花の咲いたこの桃畑が好きだから。それが切られてもう見られなくなるのが悲しくて泣いたんだ。
かった。この子はいい子だ。この子にもう一度この桃畑の花盛りを見せてやろう。Thank you.